いつも毎日毎日使ってたんですけど、うん、ある日その階段の前でこう佇んでる車椅子の方がいて、うん、なんかどうされましたって聞いたら、うん、いやこっち側にエレベーターないので知らなくてって言って、反対側まで行くのかって思ってちょっとぼーっとしちゃいましたっていう人に、あー、わかるわかるよ。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回は神戸医療福祉専門学校三田校に通っている義肢装具士科の渡辺さんにちょっと、まあ、どうして、そう義肢装具士になろうと思ったかとか、まあ、そういういろいろインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、いいですか、質問して、はい、じゃあなんで、義肢装具士科、まあ、義肢装具士か、義肢装具士を目指そうと思ったんですか？まあ、最初にあの義肢装具士っていう仕事を知ったのは、中学生ぐらいの時で、あのアルペンスキーをもともとやってたんですけど、例えば片足スキーだったり、あの耳が聞こえないデフスキーとか、視覚障害のある方のスキー大会っていうのを地元のスキー場でやってて、そこの大会のお手伝いをさせてもらったことがあって、なんかその時にあのすごい楽しそうにスキーしてるのを見て、わあ、なんかこのすごいキラキラしてて素敵だなって思って、その時にあの義肢装具士っていう仕事があるっていうことを知って、まあその後もこう怪我したりとかして装具をつけたりとかサポーター作ったりとか、そういうことをする時にちょこちょこあの義肢装具士の先生に会う機会があって、あ、そういう仕事があるんだってことは知ってて、まあ、大学はあの国際系の学部に行ったんですけど、タイに研修に行って、その時にすごく医療が整ってない場所で暮らす人たちっていうのを見て、なんかこう力になりたいなと思ったんですよ、もう漠然と。なんかその時に自分このまま大学卒業して普通の企業に就職してなった時、何もこうスペシャリティなものがない、なんかこう資格があったりだとか、何か自分が何者かっていう、こういう証明する職業を持っといた方が人の役に立てるんじゃないかなっていう、もう私の中を漠然とぼわっと思って、まあそのタイに行った時に皆さんがつけてる義肢の状態っていうのを見て、これって十分って言えるのかなみたいなのをすごく疑問に思って、その人がそれでいいって思って生活してしまうのには、社会的な状況とか、経済的な理由とか、もっとこう改善できる余地があるものが良くしていこうっていうものをこう防いじゃってる、邪魔してるんじゃないかなみたいなのもその時すごくこう思って、なんか力になりたいなっていう風なのを思ってて、大学卒業に近づくにつれて、やっぱりこのまま就活して、就職して、それでいいのかなって思った時に、ふと、あ、義肢装具士なって思って、もうそこからあの180度方向転換で、親にもちょっと学校行きたいって言って、みたいな、今からみたいな。ちなみに親は義肢装具士っていうその仕事を知ってた？あ、知ってますし、母親が医療職、同じように医療従事者なので、もうそうか。じゃあ実際学校、4月から入学してきたのかな、はい、そうですね。でもコロナで学校に通い始めたのは6月、はい、じゃあまだ3ヶ月くらい、そうです、まだくらい、ひよっこなんですよ。じゃあ 3ヶ月くらいしかまだで授業とかはないと思うけど、実際にこの学校に来てみてどうですか？なんか皆さんが思う義足って、パラリンピックとかでアスリートがつけてるような、バネの、ああいうメカニクスな感じ、かなっていうの、多分皆さんの想像で義手義足って聞いたらもうまずあれが出てくると思うんですけど、意外とそんなことなくって、装具なんかもうすごいプラスチックを曲げただけじゃんみたいなものも機能するんですよ、機能するんですけど、1年生はとにかくそれを作るための基礎的な技術をやるんで、こういう1枚の金属片をずっと立
曲げたりとか棒をこうやってくねくねのにカチャ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 やったりとか、はい、意外となんかもう 0.000 何ミリをまだダメまだダメって言われながらこう機械で削ったりとか、もう めちゃくちゃ細かいんですよその作業が今は。ものづくりをすごいするわけじゃん。もとそういうものづくり的なものに関しては得意不得意だったの？どっち？不得意ですね。どっちかっていうとだからなんかまともにこうプラスドライバーマイナスドライバー使えないとかっていう人たちも本当にいるわけで、はいはいはい、触れてこなかったら、はい、義足を作るっていう勉強もそうだけど、はい、そういう工具を扱えるかっていうところから始まるわけじゃん。間違いないです本当その通りで、うん、基本的な工具もそうですし、うん、例えばこれってどうやって測ったら垂直になるのとか、これって どこをどう切ったら平行って言えるのとか、そういうのもやっぱ作っていかないと分かんないこともいっぱいあります、うん、あると思いますし、うん、ありました実際にじゃあ、まあ、学校生活は楽しいですか？楽しいです。で専門学校ってもう技師総合士になることがゴールで、うんうんうん、みんな同じところに向かってやってるから、うん、で私にとってはちょっと新鮮で、みんなで頑張ろうみたいな、うん、一緒に実習してても同じものを作ってるんで、うんうん、聞いたり見たりしながら一緒にやっていけるっていうのは、うん、結構人生で初めての経験なんで、うん、それ楽しいですね。この学校のいいところを挙げるとしたら全然そんなひよっこなんですけどでもあの先生が明るいですすごく。あでもそう、私もいろいろお話しさせていただいてるけどすごいみんなニコ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 して、はい、先生同士の仲がいい多分ですけど皆さんその資格を技術を知って資格を持ってる上での先生なんで、自分が持ってる技術をこう何でも惜しみなく教えてくれるんで、じゃあ今後どんな義肢装具士を目指したいですか？義肢装具士として何どうしたいのっていうふうに聞かれたら、うん、私やっぱりパラリンピックのサポート、パラリンピックに関わりたくて、うん、いろんな理由があって、うん、こう車椅子のユーザーになったりとか、うん、まあ義肢義足のユーザーになったりっていうことがあるじゃないですか、うんうん、でそのゴールがパラリンピックだっていう人もいるんですたまには。でも私はそうじゃないと思ってて、その人が楽しく日常を過ごせればもうそれ OK だと思うんですよ間違いなく。なんですけど、じゃあなんでパラリンピックやる必要あるのって聞かれた時に、日常生活をまず送るため、そのための一個の希望であるべきだと思うんですよね。タイに行って時に思ったんですけど、全く合ってるとは言い難い義足をつけて、友達と一生懸命サッカーをしてる子がいて、もっといいものをつければ、もっときっとサッカーが楽しくなって、サッカーが楽しくなれば、もっと大きい大会に出れて、もしかしたらパラリンピックに出れるかもしれない、そうなった時に彼の人生の幅ってめちゃくちゃ広がるなと思ったんですよ。いろんなところに行ったり、いろんな人と会ったり、そういうお手伝いをできたらなっていうのはすごく思ってて、いずれはその東南アジアだとか南米だとか、まだその支援が十分行き届いてない場所に行って、その子どもたちが十分にあのスポーツを楽しめるような意思を提供できたらなっていうのが一個あって、もう一個はそのいろんな体に障害がある人がいる中で、この社会的な制度って全く不十分だと思うんです。すごく細かいことですけど、電車のホーム、東京なんか特にそうですけど、車椅子の方が通るにはまだまだ狭すぎるし、危ない部分もいっぱいあるし、私が通ってた大学お茶の水にあったんですけど、東京のあんなにいっぱい病院がある、病院がめちゃくちゃいっぱいあるんですよお茶の水って。なのにエレベーターもない、エスカレーターもないっていう出口があったんですね。私なんとなくそこをいつも毎日毎日使ってたんですけど、ある日その階段の前でこう佇んでる車椅子の方がいて、なんかどうされましたって聞いたら、いやこっち側にエレベーターないの知らなくてって言って、反対側まで行くのかって思ってちょっとぼーっとしちゃいましたっていう人に。あー、わかる
ったことがあって、なんかもうその時に心の中がざわっとしたっていうか、私は何も問題なく毎日週5日そこを上り下りして通って、一度もそんなここが不便だなんて思ったこともなかったけど、そのたった1回ここに来てなんて不便なんだって思う人がいるんだって思って、それをこんなに病院のある地域なのに誰もそれを改善しようと今まで思わなかったのかっていうのも、すごくなんかこう自分の中でこうなんていうんですかね、背中をドンと押されたっていうか、本当にこれでいいの世の中っていうのをすごく思って、だからそういう社会的なあの環境の整備もそうですけど、私も含めて健常者って呼ばれるマジョリティの人たちがもっとフェアな目で、もっとフラットな目で世の中を見なきゃいけないなっていう風に、自分はマジョリティだから、自分は何も不便なことないからって言って、そこにあぐらをかいてる、あ、それって良くないな、もうすごい思って、でそういう意味でもこう一思想物資として、この先いっぱいいろんな体に障害のある方と出会う上で、皆さんがどうやったらより楽しく、自分の住み慣れた場所で、自分の生きて生活していきたい場所で楽しく生きていくには、私は何ができるんだろうっていうのをもう常に考えながら、この先生きていこうって思ってます。素敵すぎる、びっくり。でも素敵だね。嬉しい、嬉しいわ。始まるけど。でも本当にそういう体験がまず1個あったからっていうのがまあスタートではあるじゃん。だからこう触れないとこう気づけないっていうのはやっぱ正直あるから、難しいんだけどね、触れてない人にそう思ってくださいとかやりましょうとかっていうのはすごい難しいけど、本当にその通りだと思います。触れてみないとわからないことばっかりだし、自分自身も一個一個にこう触れてやるべきことを見つけてってるっていう感じで、もうそれをわからない、理解できないから攻撃するだとか、あなたのこれは私は理解できない、でもあなたも私のこれ理解できないでしょ、理解できないっていうことを認め合って、まあ人間同士だから理解できないこともあってしょうがないよねっていう、そういう優しさっていうか、社会の丸さ、丸みがもうちょっとあるといいなって思ってます。素敵だわ、素敵。ちょっとまごちゃんもオリンピック頑張れですからサポートしてねとかね、なんでもいや、そっか。じゃあでもこれから4年間勉強して、素敵な総合司会になってください、受かってね頑張ります。はい、じゃあ今日はこんな感じで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、この動画いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと見てください。